こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル。今回は非常に濃いお店たちが登場します。ナウレストラン、さらにランプ城、登別の鬼花火でございます。ご覧ください。国道36号線沿いにありますナウレストラン、登別市大和町2丁目。人によってはレストランナウって呼んだり、ナウレストランって呼んだり、あるいはナウって呼ぶそうです。この赤い屋根の三角の形、非常に凝ってますよね。レストランということなんですけれども、駐車場が非常に広くなっておりまして、バスなんかも停車することができます。座席は30席ほどあるそうです。まあ、駐車場にバスを停車できるということなので、バスに乗れる人数の座席はあるのではないでしょうか。店内はかなり広いです。30席あるということだったんですけれども、30席分はあるんだけれども、現在は置物だったりとか、本棚なんかで30席はない、そんな感じだと思います。アニメなんかもありましたし、あとは外国人観光客が喜びそうな和風のお面なんかもありました。一番多かったのが植物です。造花もありましたけれども、本物もありました。お店やってる方が、まあ、80から70ぐらいのね、おばあちゃんの方いたんですけれども、植物好きなんですかって言ったら、もうお店は50年以上やっていて、もう最初から植物がある。そんなことをね、言っていました。この立派な大きな木のテーブルは職人さんが作ったテーブルでございます。非常にね、どっしりとしていて、地震が来てもね、動かないどっしりさがありました。このね、床のデザインなんかもいいですよね。まあ、70年代あたりの独特な雰囲気があります。このナウレストランで働いている女性の方、本当にね、植物が好きで、こちらが1話すと3か4ぐらいは帰ってくる。それぐらいね、植物に関して愛がある方なんだなということが分かりました。非常にね、個性豊かな方なので、もう話すとね、面白いので、ぜひ行っていただきたいなと思っております。蕎麦とラーメンをいただきました。普通の味でした。これはね、悪い意味の普通ではなく、万人受けするレストランだということでございます。バスが来て30人、40人来るわけじゃないですか。これが個性的すぎて、好き嫌い分かれるような味だと、みんながね、納得したり、楽しんだりね、美味しいということができないわけじゃないですか。なので、ある程度平均以上の万人受けするレストラン。それがね、究極だと思います。なおかつ内装とかね、ここのナウレストランさんの人物のキャラクターとかを入れるともう120点でございます。36号線でね、登別だとか室蘭方向に行くっていう方はね、ぜひこのナウレストラン行ってみてください。本当に レトロな雰囲気もありますし、このお店の方もね、面白いですから。登別から室蘭にやってまいりました。私が前から行きたかった喫茶店がありまして、その喫茶店にやっと今回行くことができました。横にはもう倒壊した廃墟があるんですけれども、ここに山道がありまして、この山道をずっと登っていきます。夏ということなので草もぼうぼうとなっております。左側には海が見えまして、非常に景観のいいところです。草の間から海が見えるので、少し覗いてみてみましょう。このように海が広がっております。室蘭らしい景色でございます。もうちょっと晴れてた方がね、良かったかなと思うんですけれども、まあ、曇りは曇りの良さがありますよね。そしてこの階段を登ったところに、私が行きたかったお店があるということで、こちらでございます。ランプ城と書いてあります。この紫の看板にね、ランプ城、非常にミステリアスですよね。ランプ城、室蘭市境町1丁目、1962年にオープンしたお店ということで、今年2023年の時点で61年目の営業ということになります。昭和のレトロさもあるんですけれども、それだけではなく、ミステリアスさもあるんですよ。この電気の光り方とか、扉がいっぱいある中で非常口があるっていうね、こういう面白さもあるんですね。この天井のレコードのジャケットかな、こういうのもね、ずっと見ていて飽きませんでした。お店を運営している方は今年なんと93歳になるママさんでした。さらに娘さんも一緒に働いております。ランプ城という名前をつけたのは、中近東に行くことが多かったご主人様、旦那さんですよね。旦那さんがアラジンのランプをイメージしてランプ城と名付けました。
お店のママさんが今年93歳になるんですって言ってたので、いや若いですねって言ったら、年は関係ないよ、そんなことを言っていました。あとね、もう50年100年ぐらいできんじゃないかっていうね、そんなミステリアスさもありますからね。このお店は、お店の中の様子なんですが、非常にミステリアスな作りとなっております。扉もね、いくつあったかな、ちょっと忘れちゃいましたけれども、面白い角度でついていました。1962年に崖の上に建てられたこの建物なんですけれども、現在もね、立ち続けているということで、非常に昔の職人さんは腕前が良かった、そういうことがわかりますね。海が綺麗だから見ておいでよみたいな感じで、あっち行って指さされたんですけど、このように扉がたくさんあってね、どれが外に出れる扉か分かんなかったんですけれども、この木の扉の隙間から光がね、こういうふうに差し込んでいたので、あ、ここなんだなということが分かりました。いきなりね、ボンと開いたのでね、崖から落ちんじゃないかなと思ったんだけれども、まあ大丈夫でしたよね。このように軽い庭となっておりまして、テーブルなのか椅子なのかね、このようにテーブルのようなものがありました。崖の上にあるお店、なおかつ海を一望できて、建物そのものも非常に味わい深く、他には真似できない、そういう個性がありますよね。なので皆さんにもぜひ一度はね、来ていただきたいなと思っているお店でございます。このようにね、テーブルなのか椅子なのかちょっとわからないんですけれども、ここから海を一望することができます。この草もね、木もすごい生えているので、綺麗に見ることはできなかったんですけれども、おそらく春先だとか秋の紅葉がね、もう全部落ちきったあたりが、海がね、しっかり見えるシーズンなんじゃないかなと思っております。野鳥の声もね、聞こえたんですけれども、目の前にね、カラス来ました。でもね、カラスが似合う喫茶店なんですよね。崖の上のミステリアスなお店、本当ね、カラスが似合う喫茶店だなと思いました。ご覧のように変則的なトタン屋根でございます。これが非常に味がありますよね。雪が少ない室蘭地方なので長持ちしたっていうのがあるかもしれませんよね。これが夕張とか三笠とかね、岩見沢などの空地方面だったらどうだったかわかんないですよね。旦那さんが船乗りだったということもあって、船のオブジェがありました。非常に見応えがあります。今回はコーヒーを注文したんですけれども、コーヒーを注文するとこのようにチョコレートがついてきました。こちらのランプ城ではオムライスが非常に美味しくて有名だということで、ランプ城のね、画像をツイッターに載せたところ、オムライスが有名なんですよということを皆さんに教えていただきました。ランプ城のママさんがテーブルの上にノートがあるからね、ぜひ一言書いていってみたいなことを言ってくれたので、私もね、一言を書きました。キットマン北海道探索チャンネルね、コーヒー美味しかったです。外の眺め良かったですね。店主さん、ママさん若かったです。もう93歳ですからね、まだまだ若いんです。店内には音楽が流れてまして、ジャンル的にはワルツなのかジャズなのか、その辺のジャンルの音楽が流れていました。ただでさえミステリアスなんですけれども、その音楽がなおさらミステリアスさを醸し出していました。ということで、今回の動画の2件目は室蘭市のランプ城でした。いかがですか？行きたくなったんじゃないでしょうか？本当にね、ミステリアスで、なおかつ素敵なお店なのでね、おすすめいたします。続きまして、登別市、登別温泉町でございます。登別温泉町っていう住所があったんですね。この登別温泉町っていうのは地獄谷があるところでございます。この日の夜に鬼花火という花火のイベントがあるということで、今回やってまいりました。入場制限があるということなので、早く来すぎてしまいました。まだ明るいですよね。そして夜になりまして、入場制限2000人なんですけれども、早く来すぎたということもあって、一番最前列で鬼花火を見ることができました。この鬼たちは雪神と言いまして、地獄谷と登別温泉の守り神でございます。雪神というのは人々の厄を払って元気にする不思議な力を持っていると言われているありがたい神様でございます。普段はどうやら山にいるそうです。見た目は鬼で怖いですけれども、人々の厄を払って人々を元気にするということでございます。
確かナレーションでお湯を守っている、そんなようなことも言っていました。まあそれはね、ともかくこの衣装も暑そうですし、スタンバイもしなきゃいけないだろうしね、非常に暑そうだな、熱中症大丈夫かな、もうそればかりね私は心配していました。この鬼花火の開催いつなのか気になりますよね。この動画が配信される後のスケジュールですが、7月13、20日、27日、そして飛んで10月の毎週木曜日となっております。入場制限が2000人までということで、開催時間が午後8時から15分程度となっております。ご覧のように鬼が並んで花火が順番にこう吹き上げていくという様子を見ることができます。いろんなパターンの演出があるのでね、非常に楽しむことができました。実は私も今は免許が切れてるんですけれども、花火の免許を持っていまして、まあ、低温花火だとかタイマー式のね、あの花火だとかね、そういうあの免許を持っていました。もう今はね期限切れて、あの免許ないのでね、火薬を扱うことはできません。そしてね、この鬼の叩く太鼓ですよね、この太鼓のリズムのノリっていいですよね。先ほどスケジュール言いましたけれども、8月がないんですよね。多分これ衣装が暑くてやってられないから暑いのかなとかね、そういうふうに思ったんですけれども、どうなんでしょうね。とりあえずね、10月には毎週木曜日開催されるということなので、気になる方はねぜひ行っていただきたいなと思っております。もう10月ぐらいになったらね、あの紅葉も少し始まってくるし、あの山々も綺麗だし、なおかつ地獄谷の煙もね一緒に見ることができるということもあっていいんじゃないかなと思っております。余裕だったらね、私今年もう1回ぐらい見に行きたいなと思っております。花火いいですよね。まあ登別に限らず、これから夏になればいろんなところでね花火大会あると思うんですけれども、もう花火っていうのはね人々を魅了する、そんなパワーがありますよね。そんな感じで今回はナウレストラン、さらにランプ場、そして鬼花火でした。ありがとうございました。